光よ、どうかこの世の苦難をお払いください。どうか人々の悲鳴に耳をお傾けください。どうか私たちをお導きください。いつの日か世間の闇を追い払う光になれますように。光が常に大地と共にあり、人々を守ってくれますように。あの頃、私は道端に行き倒れた餓死寸前の孤児でした。そんな私に手を差し伸べ、食べ物を与え、教育を施してくださったのが大修道院だったのです。私が法王聖下のご寵愛を受け、光に仕えるようになったのは、庇護の光が私に新たな人生を授けてくださったからなのです。ですが、助けを求めている人は、この世の中に数えきれないほどいます。その人たちのために、私は毎日祈りを捧げているのです。救いが早く訪れますように、闇が早く去りますようにと。ですが、どれほど祈りを捧げようと、それだけでは不十分なこともわかっています。私の願いは、自らの手で世界のために奉仕することです。いつか差し伸べたこの手が、助けを求める人に届くといいのですが。夢だったのですね。夢ではありますが、かつての自分が確かにそこにいました。このところ疲れているせいかもしれません。グロリアに何なりとご命令を。共に戦おう。次は私の番。怒ったよ。私やりました。指示を願います。はっ。どれがいいかな。アメちゃん食べて。感謝します。
次は私の番。了解。指示を願います。許しはない。すまない。素晴らしい勝利です。共に戦えることを光栄に思います、団長殿。
は私の番。みんな元気出して。ありがとう。私の番ね。わかったわ。次は私の番。了解。私の番ね。そこ。次は私の番。私の番ね。自分の身を守って。
これこそ干渉ね。みんなの士気も高まったし、ありがとう。次は私の番。いいですよ。ありがとう。私の番ね。自分の身を守って。次は私の番。私の番ね。次は私の番。私の番ね。次は私の番。
私の番ね。わかったわ。ありがとう。次は私の番。はっ、もっと頑張らなくちゃ。次は私の番。そうね、私やりました。私の番ね。わかったわ。次は私の番。了解。私の番ね。自分の身を守って。次は私の番。私の番ね。うん。ありがとう。次は私の番。
援くだせ。本当にそうするしかないのですか？それ以外の方法はもう残されていないのですか？このようなやり方は光の導きに背いています。何千年もの間、光は人々に加護を授け、文明の進歩を先導してきました。世界に光明をもたらしたのが庇護の光なのです。ですが、人々の信仰心が揺らぐほど光は弱まり、世界は混沌に陥り、やがては闇に飲まれることとなるでしょう。しかしながら、光は私たちをお見捨てにはならなかったのです。小石が光を再びよみがえらせるチャンスをくださったのです。私たちは世界を再び光で照らさなければなりません。たとえこの手を汚すことになろうとも。それこそが私たちの使命であり、光に与えられた試練なのです。サマス、もしも人々を救えるチャンスが訪れた時、あなたは汚れた手を見られたくないあまり手を差し伸べないつもりですか？いいえ、助けます。私は使命、試練、承知いたしました。人々に再び光をもたらすことができるなら、私は闇の中を歩くことさえいといません。長い間闇の中をさまよってきました。ほんのわずかでも進むべき道の先に光を見たいのです。
うすぐ任務が始まる。次は私の番。いいですよ。ターゲットを教えて。次は私の番。みんな元気出して。無駄。命令して。次は私の番。いいですよ。命令して。準備完了。ごちそうでお祝いだよ。
私は弓と矢で故郷を守る。よし、任せな。面白いとこ、うちも行きたい。面白いとこ、うちも行きたい。次は私の番。いいかな。有利な場所を取りたいね。分かった。次は私の番。それ。あ、ごめん。
あなたはみんなを守った。立派なもんだ。あなたこそ私たちの希望。心配しないで。自分の身は自分で守るから。次は私の番。了解。私の番ね。自分の身を守って。ありがとう。次は私の番。私の番ね。分かったわ。次は私の番。
私の番ね。わかったわ。次は私の番。私の番ね。わかったわ。次は私の番。ありがとう。私は弓と矢で故郷を守る。次は私の番。怒ったよ。私やりました。えい。有利な場所を取りたいね。あ、そうしよう。次は私の番。ありがとう。させない。有利な場所を取りたいね。
絶対に許さない。させないよ。ああ、そうしよう。ありがとう。次は私の番。有利な場所を取りたいね。ありがとう。次は私の番。いいですよ。了解。今こそ奴らにツケを払わせる。風よ、さらなる力を。ああ、そうしよう。次は私の番。やれます。あなたはみんなを守った。立派なもんだ。あなたこそ私たちの希望かもね。次は私の番。
な場所を取りたいね。あ、そうしよう。有利な場所を取りたいね。あ、そうしよう。有利な場所を取りたいね。今こそ奴らにツケを払わせる。わかった。今こそ奴らにツケを払わせる。当たれ。今こそ奴らにツケを払わせる。
ああ、そうしよう。ごめん、お姉ちゃん、約束守れなかった。あなたはみんなを守った。立派なもんだ。あなたこそ、あたしたちの希望かもね。心配しないで。自分の身は自分で守るから。心配しないで。自分の身は自分で守るから。次は私の番。いいですよ。ありがとう。私の番ね。自分の身を守って。ありがとう。次は私の番。私の番ね。うん。ありがとう。
次は私の番。えい。私の番ね。分かったわ。審判者となってから数えきれないほどたくさんの任務をこなしてきました。ですが任務をこなすたび私の心はいつも、覚悟はできていると思っていました。でも命が目の前で消えゆくのを見て、激しい苦痛が私の心の中で渦巻いたのです。私の心は悲しみに閉ざされています。救えなかった人たちのためばかりではありません。私のせいで命を落とした人たちのために、彼ら全員が許しがたき悪人というわけではありませんでした。ですが光にとっては障害となる人々でした。始末しなければ多くの人が闇に飲まれるでしょう。私は使命を果たさなければなりません。光が再びこの世を照らすため、より多くの人を救うために、私は迷いを振り払い、庇護の光の障害となる全てのものを浄化せねばなりません。光よ、どうかこれからも私をお導きください。
次は私の番。いいですよ。私の番ね。次は私の番。了解。私の番ね。自分の身を守って。私の番。そうで、あ、ごめん。私の番ね。
心配しないで。自分の身は自分で守るから。次は私の番。了解。ありがとう。私の番ね。次は私の番。怒ったよ。私やりました。私の番ね。自分の身を守って。次は私の番。私の番ね。わかったわ。ありがとう。次は私の番。ありがとう。
私の番ね。わかったわ。次は私の番。ありがとう。えい！もっと頑張らなくっちゃ。これこそ完勝ね。みんなの士気も高まったし、ありがとう。私は弓と矢で故郷を守る。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。次は私の番。怒ったよ。あ、ごめん。有利な場所を取りたいね。わかった。次は私の番。有利な場所を取りたいね。
次は私の番。有利な場所を取りたいね。あ、そうしよう。次は私の番。みんな、元気出して。ありがとう。有利な場所を取りたいね。次は私の番。いいですよ。させない。心配しないで。自分の身は自分で守るから。次は私の番。怒ったよ。私やりました。私の番ね。
自分の身を守って。やれます。私の番ね。私に任せて。私の番ね。そこ。
りはすぐそこよ。分かったわ。次は私の番。了解。ありがとう。次は私の番。みんな元気出して。ありがとう。自分の身を守って。ありがとう。次は私の番。了解。
私は弓と矢で故郷を守る。私の番。有利な場所を取りたいね。当たれ。あ、そうしよう。有利な場所を取りたいね。疲れただけ。
まだやれます。有利な場所を取りたいね。分かった。ありがとう。ちょっと疲れただけ。有利な場所を取りたいね。分かった。ごちそうでお祝いだよ。私はたくさんの命を救い、たくさんの命を奪いました。死にゆく者に祈りを捧げるのは、断末魔の苦しみを少しでも取り除くためです。光に懺悔をするのは、この手に染みついた血を洗い流すためです。使命を果たすために私が全霊を尽くしたのは、庇護の光でより多くの人々を照らすためです。その結果、たくさんの人々が救われました。それなのに、疑念をささやく声が絶えず耳に入ってきます。
そればかりか、私の心の中の声もかすかに聞こえてくるのです。なぜなのですか。私が甘かったからでしょうか。経験が足りなかったからでしょうか。それとも庇護の光に対する信仰心が足りなかったからでしょうか。あの声を無視できないのです。ですがこれ以上心の揺らぎを許すわけにもいきません。これが私が光の聖域を離れイリアを訪れた理由です。庇護の光はこの土地から闇を払拭し人々を不幸から救うことでしょう。私は自分の行いが正しかったことを証明するため答えを探しに参ります。私の知るただ一つのこの道は正しくなければいけないのです。人の過去を知ることはその人の過去を背負うことでもあるにゃ。我が輩は時々何も知らず何も考えずに煮干しに囲まれた平穏無事な生活をしたくなるにゃ。バカにするんじゃにゃい。タコの缶詰が全然足りてにゃいにゃ。